い、どうもこんにちは、ガジマックです。僕が今持ってるスマホ、レドミノート 9S、 重い。ギャラクシー A7、 重い。あ、いや、両機ともそれ以上にいいところもあるんですけど、合う合わないも人それぞれ。なかなか僕が幸せになるスマホ、それもハイエンドではなくてミドルスペックスマホがなかなかなくて、あ、いや、それを探すのが楽しくてやってるんですけど、とはいえやっぱり日常一番手にするデジモノガジェット、ちょっとストレスを感じてました。そこでふと思い出したこと、ってほどは経ってないんですけど、いいの分かったから手放すっていうわけわからん理由で手放したスマホ、今回買い戻しました。あ、いや、もうアホでしょ。はい、今日は雑談がてら開けていきます。今回買い戻したスマホ、おっぽりの A です。ということで、もう出落ちも出落ち、発売から1年も見えてきたおっぽりの A、 正直今更ご紹介もないんで、今回はほんと開けるだけです。で、その前にちょっと雑談。2019-2020 と、ほんとミドルスペックスマホ豊作って思ってきたんですけど、実際今年はなんか雲行きがちょっと怪しくて、迷走してるメーカーさんも多い気がしてます。僕らみたいなのが、新しいの新しいの言うもんだから、どんどん出さなきゃみたいなってことも一部あるのかもしれないんですけど、例えば、OPPO だけに絞ってみても、OPPO A5-2020 は良かったんすよ。おっぽりの A より新しいけど、CPU はやや抑えめ、大容量バッテリーを積んだ廉価版モデルとして、完全別ラインだったんで良かったと思ってます。で、実際このおっぽりの A を持ってる時、サブ機として運用してた OPPO A5-2020、このコンビはすごく使いやすくて良かったです。重かったけど。ただその後ですよね。今うちの奥さんが使ってる、おっぽりの 3A。これはほんとどういうコンセプトなのか。はい、仲良くさせていただいてるズキさん曰く、OPPO A5-2020M2 っておっしゃってたんですけど、ほんとそれが一番しっくりくるんですけど、あくまでメーカーとしては、OPPO の A M2 的な扱い。となると、過去動画ご覧いただくとわかるんですけど、スペックを見てもわかる通り、やっぱり OPPO の A より、動作も劣るし、アンツツベンチマークテストなんかも劣るし、カメラは進化してるって話だったんで期待してたんですけど、どうもオポリの絵ほどの感動感激がなかったんで、あ、ユーザーさんいらっしゃったらすいません。もちろん基本的に OS アップデートをほとんどしないって言われているオポスマホにとって、オポリの 3A は最新の OS を積んでいたり、超広角カメラも積んできてるんで、オポリの絵にはできないこともできたり、空張りにホワイトあるとかにしても、必要な方にはスルーできない優位点なんですけど、僕はどうしてもこれ、オッポリの絵の方が、数段扱いやすいいいスマホに感じてました。これおそらく、オッポ初陣って感じのガチ勝負スマホで、ちょっと気合い入れすぎたんじゃないかと思ってます。で、やりすぎちゃった結果、後続機をまくっちゃうっていうね。そういう2020年ミドルスペックスマホ、オッポだけ撮っても、ちょっと迷走感を感じてます。ただ同じようなことが、例えばモトローラだったり、TCL だったり、シャオミさんなんかは、デカオモとデカオモを一緒に出してきたり、で、ASUS さんに至っては、ゲーミングスマホこそあれですけど、ゼンホンマックスプロ M2 で大こけした後、大丈夫かなって思ったら、その後ミドル機落とさたなかったりと、いや、ほんと2020年、いろんなスマホ出てくるのはいいんですけど、最新機種が全て勝ってると限らなかったり、すごい間違い探しが必要だったり、あとファーウェイのある意味日本で買える、Google Play 対応の最新機種、ノバライト3の焼き直し、あれはあれで良かったんですけど、USB Type-C 対応してないとか、いや、だったら安直な意見なんですけど、P30 ライト、リニューアルして欲しかったなと。いや、ほんとあんまり詳しくない方ほど気をつけないと、思ってたんと違うってことになっちゃうんすよね。だからこそたまに、どうしてもユーザーさんは気持ちよくないだろうと思いつつも、ちょっとディスの入った動画も作っちゃうわけで、こういう僕の動画も含めて、あまり鵜呑みにしないで、自分の用途に当てはめて想像して、判断材料の一部としてご覧いただければと思ってます。今回買い直したこのおっぽりの A にしても、僕の思い入れも多分に入ってます。好みとしてはとにかくカメラが好きだとか、僕はカラー OS にも好意的だけど、いや、それが嫌だって方もたくさんいらっしゃるわけで、誰彼にでもおすすめはできないんですけど、とにかく発売当初から安かったのに、今さらに型落ちで安くなってるんですよ。なんと今現在、ストレージ 64GB のメーカーモデルはそんなに安くはなってないんですけど、楽天モデル、これがめっちゃ安くなってます。例えば Amazon さんならこう、日々変動してるんですけど、こんな価格で買えちゃうんすよ。
正直2万円ぐらいのあんまり有名じゃないメーカーのスマホ買うくらいなら頑張ってこっちの方がいいんじゃないかっていうね。ほんとそんな気がします。あ、ただ楽天モデルはセキュリティアップデート少ないって話もあるんでちょっとそこは気になるんですけど。てか早く開けろやって話っすよね。いや、ほんとオッポリノエのことはもう今更何も話すことはないんすよ。過去動画ご覧くださいとしか言えなくて、はい、とりあえず開けます。今お話しした通り楽天モデル、僕はクーポンやポイント還元なんかを使いつつ実質2万2000円ちょいで買えたんですけど、本当は 64GB でいいから楽天じゃない方が良かったです。でも1万円以上安いんで今回は楽天モデルにしました。あ、ただ楽天さんって忘れてるけどキャリアなのに販売してる端末は全部今のところ SIM フリーなんでいいですよね。はい、それでは開けてアクセサリー品つけて使っていきたいと思います。はい、もうちゃっちゃといきます。昨年一回やってるんで箱はこんな縦長、はい、ぐるっとこんな感じ。はい、いきます。せーの、オープン。中身はまずこんな感じで説明書類が入ってます。そしてこれが本体、ちょっと避けておきます。内蓋を外すと USB Type-C ケーブル、そしてこれが TPU ケース、充電器にイヤホン、 SIM ピンで中身は以上。はい、それでは行きますよ。せーの、イエーイ、来たー。で、今回いつも言ってますけど、あんまり個人的には好みでないブラック。でもなんか、Galaxy A7 使ったことで、ちょっと好きになってきてます。はい、これがオポリの絵。お帰り。それでは先にメインスマホで使っていくんで Y モバイル SIM を挿しておきます。 SIM トレイはこんな感じ。ナノ SIM 2枚の DSDV に対応ってところ、これキャリアスマホにはほんと珍しい部分ですよね。キャリアはすぐにシングル SIM 化したがるし、 SIM 差し替えたら勝手に再起動するんで、僕はほんとそういうところからキャリアスマホは苦手です。マイクロ SD は入ったりようになるんですけど、最大 256GB まで使えます。背面はこんな感じ。ちょっと反射して見えにくいんですけど、はい、どうでしょうか。いや、結構かっこいいっすよね。はい、前面はこんな感じ。これがオッポリノエ楽天モデル。ざっくり説明しておくと、昨年10月に発売されたオポリノエ。カラバリはブラックとブルー。6.4 インチ有機 EL。フル HD プラスのディスプレイ。サイズは 158.4×75.4×7.8mm。重さは 169.5g。OS はカラー OS6。Android 9ベースです。CPU はスナップドラゴン710。メモリは RAM 6GB。ストレージはこの楽天モデルで 128GB。通常モデルは 64GB です。で、指紋センサーは画面内認証。ここは僕はあまり好きじゃないです。でも、顔認証ついてるんで便利。あと、スマホジャパンモデルに必須となってきた、防塵防水お財布携帯は対応してます。いや、正直ハイエンドには及ばないっすよ。すべてにおいては及ばないけど、コスパ最高で、めっちゃ僕的に扱いやすい、小回りの効く素晴らしいスマホです。はい、それではもう先に、アクセサリー品をつけちゃいます。最初から貼ってある保護フィルムを剥がしてガラスを貼って、ケースに僕の大好きなローソンストア100のスマホリングつけたんですけど、はい、これわかります?このケースは大失敗。にじみまくりです。でもね、これ実は Galaxy A7。このケースと同じショップで買ったんですけど、こっちはにじみ防止加工済み。こっちはそれがないんで、いや、これはやられました。で、ガラスは、指滑りは中。でも防止紋効果は高そうで、サイズは結構ぴったり、浮きもないんでよかったです。いや、ただケース、これは買い替えます。一応全部説明欄にリンク貼っときます。はい、それでは電源入れます。せーの、オン。はい、それでは設定を終わらせます。はい、設定終わりました。初期画面はこんな感じ。Google のプリンアプリ、楽天のプリンアプリ、そして2ページ目。ツールアプリはこんな感じ。
おすすめアプリはこんな感じ。ちなみに楽天アプリ、アンインストール可能です。SIM を挿しただけで、電話もかかるし、アンテナも立ってます。で、初期ストレージはこんな感じ。楽天モデルっていうところと引き換えで、128GB と大容量です。はい、どうでしょうか。いや、やっぱりいいっすよ、ポリの絵。で、今となっては、ちょっと横に広めのアスペクト比。でもね、やっぱりこれ、いや、僕のお気に入り。で、今回の教訓。やっぱり気に入ったものを、わざわざ手放さないっていう、当たり前のことでした。デジモノの世界なんで、そのうちこれよりいいのは出てくるんですけど、今回これより、僕的にいいのが出てないのに買い替えちゃったのが失敗でした。しばらくメインで使っていきたいと思います。で、サブは多少冒険してもなんとかなるんで、とりあえずレドミノート 9S、ギャラクシー A7 は、近々また手放して、サブスマホを探す旅を再開しようかと思ってます。今回ご紹介した関連商品全部、説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。はい、でもう一つ、今迷ってるのがピクセル 4A。まさかのブラック一色なんですよね。うちの奥さん用に購入予定だったんで、今正直ちょっと迷ってます。女子がブラックダメっていうことではなくて、白っぽいのが好きなんで、ほんと迷ってます。 Pixel 4a5G が10月発売って噂もあるんですけど、まだうちのスマホ環境を考えると 5G いらない気もしてるんで、 YouTube 的にはご紹介するべきなんでしょうけど、ほんと興味が湧かないとなかなか手が出ない性格が邪魔してます。あと僕のサブスマホ、冒頭でもお話しした通り、ほんと2020年って各社迷走してる感があるんで、候補的に上がったのは TCL10Pro とか Galaxy A41 とか、ちょっと考えたんですけど、なんかしっくりこなくて、ほんと今迷ってます。また何かおすすめがあれば、技的 OK のやつに限りますけど、コメントいただけると嬉しいです。ってことで、ミドルスペックスマホ大好きなカジマクチャンネル、これからもこのクラス取り上げていきたいと思ってます。なんでお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。